こんにちは、ショウです。今回もブリッツァービートルね、このタミヤさんの可愛らしい車、パッと見ちょっとね変わったのがわかるかな、わかんないかな。前回ねこのリアフェンダーバッサリ切っちゃいましたけど、ちらっと言ってたようにねフロントフェンダーも切っちゃったんですね。こんな感じで随分ねこうすっきりしたんじゃないかと思うんですけどね。さらにこの何て言うんだ、このフロントマスク、顔、ここもね切っちゃいました。高さ方向もだいぶね切り詰めちゃったんで、随分こう見ようによってはねスリムな顔にこうねなってきてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、個人的にはねこのライトですね、これいらないなって感じ。あとここのなんかデコっ端が張りすぎてんなみたいなね、どうしようかなとかいろいろ思ってるんですけど、ただこれやっちゃうとねこの顔の座りが非常に悪くなります。ここのフロントフェンダーにねもともとこいつが挟まってるようなね、そういう立て付けになってるもんですからね、左右がもう止まるとこなくなっちゃったんでね、手で動かしてもこんな感じなんでクラッシュするとどうかなっていう気がね少ししてます。で今回このねタミヤブリッツァービートル何やるかっていうと、前回もちょっとお話ししてたねこれですね、久しぶりにサスアームをね、作ってみましたけど、まあ、何なのかっていうとね、これリアのトーインつけるための、サスアーム、まあロアアームですね、を作ってみました。で実は2種類作ってて、こっちがマイナス1度こっちがマイナス2度っていうことでね、これをまあ取り替えながらどんな感じで車動きがね変わってくれるのかっていうのを、見ていこうと思います。でご存知の方もいらっしゃると思いますけど、このフロントもリアもなんですけど、このアッパーアームですね、このアイアームが純正はねこんな感じ、樹脂製のね、アームがついてるんで、ちょっとねこのアップライト角度がついていっちゃう関係でちょっとこの辺がねちょっと無理しちゃうかな。これ どっち向きだ、こうか、ここに角度がついちゃうんでちょっと無理しちゃうと嫌だなと思って、これまあ手持ちのあり合わせの部品でねとりあえずまあ、ピロになってるんで多少のね角度は、逃げられるだろうということでね、一応アッパーアームは交換してます。長さはね一応この純正に合わせてるんで、まあキャンバーはほぼノーマルに近い状態の、キャンバーになってるはずなんでね、これで、まあテストっていうかね、比較をねやってみようと思います。まあ、あとは若干この角度が、イン側に振っちゃう関係でここがね、外に出ていくんじゃないかと、多分なるんだろうと思うんですけど、多少だから、まあ、調整できる方がいいかなというのもあって、一応こういう調整できる形にねしてますんで、これでまあね前回走らした感じ、このローマウントのボディがね意外と効いてて、ノーマルの時ほどこうガッてね巻かなくなってきてる気がしてたんで、さらにこうトーインつけちゃうと、どうなっちゃうのかね、その辺もちょっと個人的には楽しみなので、早速ねコースに行って走行ねさせてみます。はい、ということでねコースの方やってきました。ここ大分もですねもう春ですね。昨日ついにね初めての草刈りやっちゃいましたけど、コースの方はまあ見ての通りツートンカラーになってますね。タイヤが泥団子にならないことをね祈りつつ、まずはこれねノーマルの、サスアーム組んだ状態で走ってみます。ぱりね路面に種類全然違いますね。このノーマルの状態でもねそこそこやっぱりこう前にはね出るんですよね。ただまあ巻きたくなっちゃうっていうね。タイヤのあれもあるのかな。あ、でもそれほど泥団子になってないような。はい、ということで一度トウイン組んでみましたけどね、やっぱりねキャンバーはね変わっちゃう当たり前だけどで、ノーマルを実測した、数値にね、合わせて調整してます。まあ、私調べで3度マイナス3度ね、ネガティブキャンバーだったんでそれに合わせてね、一度遠いんわかるかな。私見た目わかるんですけどね、こんな感じですね。なのでこのマイナス1度遠いんでキャンバーは、ノーマルのままっていうことでねちょっと走らしてみます。はい、じゃあ早速ねこのマイナス1度の遠いん行ってみます。ただサスアームがねこのなんていうか遠いんありきなとこがあってね強度あんまり考えてないんですよね今回の。だからまあ壊れないことを祈りつつということになりますけどね、まあ容赦せずに全開でいってみます。あー危ねえ。なんとなく握りながら行ってますけど違うんじゃないかな明らかに。今の第1ターンの動きなんかももちろん違うし、ここですよね。たった一度だけどやっぱりされど一度って感じしますねこれ。あそこのコントロール性が抜群に良くなりましたね。アンダーっぽくもね感じなくはないですけど、まあ、それだけ前に押し出してくれてるんですよね。ここは抜群にいいですね。あそこは多分濡れてるからねあんな感じになっちゃうんですけどね。危ねえ。はい、ということで党員2度ですね。これはもうね、あからさまに分かりますね。こうね、党員になってます。キャンバーももちろんね変わっちゃったんで、先ほど言ったサンドに、ネガティブキャンバー合わせてますということで、ちょっと楽しみですね。行ってみましょう。はい、じゃあね、リア党員マイナス2度ですね、行ってみたいと思います。直進安定性良くなった気がしますね。あー、でもなんか今のこの路面、へんてこりんな路面とこの今のタイヤでいうとこっちの方がいい気がしますね。っていうか、まあ乱暴になっちゃってるな、私がね。なんかいい気がしますね。操作がこう非常に楽。曲がんない時は曲がんないですね。時に比べると立ち上がりのアクセル音が随分こう早めにいけるっていうか、ちょっとラフでも全然いけちゃう感じ。あー、失敗。あんまりね、大したことはやってないこのブリッツァービートル、ノーマルの時の感じはもう若干忘れましたけど、全然違いますね、やっぱり。やっぱりあれだけいろんな方がねコメントくださった中で、リア党員の件何件かありましたからね。ということで党員ね、良かったですね。やっぱりこう多くの方がねやられてるだけのことはありますね。このストレート部分でもね、なんかもっと簡単にくるくる回ってたんですけどね、やっぱり直進安定性いいですね。非常にこうコントロール性が良くなった。なんか実はね、昨日 X のポストをね、しちゃったじゃない、この党員サスタームの件ねしたんですけど、まあ、そこでコメントいただいたのがマイナス3度も作ってくれみたいなね話もいただいたんですけどね、若干の興味は出てきますね。ただあまりアップライトに角度がつきすぎるのがどうなのかなって、それがちょっと気にはなりますけど。ボディもね、さすがにこういう形状の、モデルだけあって、外観もねやっぱりいろいろやりたくなってきちゃってるんでね、なんかやっぱやりたいですね。フロントバンパーとかも嫌いだし、リアはねバンパー作ってやりたいしみたいなね、他にもいろいろやりたいんで、その辺も含めながらね少しずつブリッツァービートル楽しんでいきたいかな。やっぱりねこのスタイルですね、もうちょっとねバハバグっぽく、レースのバハバグっぽくね、やってみたいなみたいな気はするんで、可愛い顔どうしようかなみたいなね、そんな気はしてますけど、なんかね今のところやるたんびに楽しくなってるんで、もう少しねブリッツァビートル続けていきたいと思いますんで、またねブリッツァビートル大好きな方ぜひお付き合いよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。I'm just sitting here.